内巻きつかない古墳群内巻きつかない古墳群は埼玉県か須か市にある古墳群である。埼玉県の県選定重要遺跡に選定されている。建造年代は6世紀から7世紀中頃。かつては円墳、前方後円墳ら14基点在していたが、現存するものは7基かそれ以下となっている。ほとんどが私有地内にある。 当初は、円墳と思われていたが、調査の結果一辺20メートルの豊墳であることが、分かった。四つの主体部を持つ。副装品は、木炭角から、立ち1、鉄管1ガラス小玉26、1号粘土角から、ガラス小玉6、鉄片1が出土した。また2号粘土角と3号粘土角の間から、立ち2、3号粘土角の北側から鉄属30。 数本が発掘されている。墳球及び周行からは、円筒派庭、継承派庭、水期が出土した。円筒派庭は、形の細くて長い、下サ型派庭と、ずんぐりとして公園部の広がる、武蔵型派庭が7、3の割合で確認されている。このことは、この古墳の造営に下サと武蔵の派庭工人が、かかわり、しかも、 下佐の影響が強かったことを物語っている。なお人物派にはも、下佐型と考えられる。6世紀前半の築造。出土遺物は一括して、平成5年3月25日に、春すか市有形文化財に指定された。塩野広し、埼玉の古墳北埼玉、南埼玉、北勝鹿ピアニッシも465から477、先玉出版会。 2004年、ありがとうございます。